高橋美生は、群馬県伊勢崎市の天台州僧侶、元フリーアナウンサー。アナウンサー時代の活動名義は高橋茂美モデルとして活動した後、群馬テレビの県政番組のレポーターとなる。その後、司会業へ。日本テレビ放送網のおはよう天気キャスターを経て、1989年、前橋競輪場で競輪中継を担当。 その後全国各地開催でされる競輪のテレビ中継のメインキャスターとして活動。大学、短期大学、専門学校の非常勤講師や身を食おれ、フィニッシングアカデミーの講師としても活動していた。2011年8月に天台宗にて特度。方名は美、清志。2014年キングレコードから北原主夏として波に抱かれてで歌手デビュー。 番組で共演した男からストーカー被害を受け、2015年に男はストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたが、逮捕から1ヶ月後に男が自故死し、この事件をきっかけに脅迫や誹謗中傷が相次ぎ、アナウンサーの職務を失った。この時、加害者を特定し、面会をしたが、加害者らが謝罪より先に弁明を述べ、この問題の深刻さを痛感したという。 以降、中小被害に苦しんだ自身の体験を伝え、大泉町の SNS 等被害者支援ネットワーク会議の一員となり、2020年には伊勢崎市に天台州の新出寺、天台総称大山新月院人生寺を混流した。北原主夏名義、高橋茂美に関するカテゴリ北原主夏に関するカテゴリありがとうございます。